こんにちは、さくらゆきちです。今日のお昼ご飯はちょっと贅沢をしまして、お肉屋さんで有名な柿安さんのお店で買ってきました。これです。じゃじゃじゃーん。焼肉重黒毛和牛です。1080円ですね。私にとっては高いですこれから食べていこうと思います。よいしょ、また来た、大和ヤマト。これ、プッ、ダメ、来たか。あ、ちゃんとおしぼりもついてます。高級なお肉ですよね、かきやすって。多分皆さんも全国的に有名だと思います。私も初めて買いました。よいしょ、はい、早速食べていきますね。こんな感じです。さてどうですかね。いただきます。匂いもいいですね。うん、うん、うん、味もしっかり締めて、締め？ん？しっかりついてて、うん、おいしいご飯もおいしい。いろんなお弁当があったんですけど、あの野菜がいっぱい、うん、これもやしおいしい。もやし、これ見えますか？もやし、うん、いい味してる、うん、うん、大好き大好き、うん。あの幕の内弁当みたいな感じのお弁当があったんですけど、それにしようかなって迷ったんですけど、お肉が少ないんですよね、お肉の量が。だから、うん、肉の下に、お肉の下に玉ねぎが敷いてありますね。美味しい。うん。うん。いつも安物の
お肉を食べてるんで、この味になれたら食べれないかもしれないですね。うん、おいしい。やめ、これ、もも。もも、やめ。結構大きなお肉が入ってるから結構顎が疲れます。柔らかいんですけど大きさが大きいので、なんか一生懸命噛まないと喉詰まらせそうですね。大変なことになりますね。今日は誰もいないので、もう牛肉食べて詰まらせて死んでたって。えらいこと。柿屋さんのお店に迷惑がかかりますね、これ。もしそうなったら。うん、おいしい。ほんとおいしい。あっという間に食べれそう。もうなんかやっとんパタパタワルサするんか。ママえなんで遊んどる。今日はヤマト遠慮してて来ないですね、こっちに。ヤマトカメラの後ろにいるんですけど、何これ、何言ってけど。
やハーマーと。残りこんだけです。お米も美味しい。いいお米使ってますよ、きっと。高い。美味しい。いつもはほっともっとの海苔弁490円のお弁当食べてます。倍の値段ですね、これ。美味しかった。大満足だな。はい、完食です。はい、ごちそうさまでした。とても美味しかったです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。